辰巳義博は、日本の漫画家、古書店経営者。大阪府大阪市天王寺区出身。本名、辰巳ミ優。兄は、漫画家、漫画出版社経営者の桜井翔一。貸本漫画家として活躍しながら、劇画という名称を提唱、劇画誕生にあたって、重要な役割を果たした。貸本漫画家時代の別名機に、マイクハア朝日。 登る、江戸五郎などがある。1970年代以降は、社会の底辺に位置する、人々の悲哀や屈折を陰鬱なタッチで描いた、作品を、ガロなどに多数発表する。それらの作品群は海外を中心に高く評価され、日本における、オルタナティブコミックの第一人者として広く認知、されている。大阪市天皇区に生まれる。 太平洋戦争の激化により、大阪府見直市へ。ついで、豊中市ホタルガイ家に疎開して、豊中で育つ。少年時代から漫画好きで、2歳年上の兄、吉岡と共に、特に、手塚治虫の漫画に熱中する。中学時代から漫画家を目指し、実家の経済的困窮もあり、豊中第二中学校時代から、兄と共に、雑誌、漫画少年ほか、 多数の雑誌の読者投稿コーナーに盛んに投稿し、たびたび入選して、賞金を獲得。1950年2月には、京都の丘、西勝明同年代の漫画家志望者6名で、子供漫画研究会を作り、肉筆回覧雑誌、漫画の名星を4号まで発行。また、同年9月には、毎日中学生新聞に掲載された、子供漫画家たちと、 手塚治虫の座談会に出席。手塚の地遇を得て、その後の手塚の状況まで、何度も、宝塚の手塚の実家を訪問する。1951年に、大阪府立豊中高等学校に進学。同年、兄の勧めで、大城昇に手紙を書いて、返事をもらい、描き上げた、中編、長編漫画を送って、批評をもらうようになる。辰巳が描いた。 長編漫画、愉快な漂流記が評価され、大城の作画によって原作者としてデビューすることになる。1952年には、大城から上京して弟子になるよう勧められるが、悩んだ末断る。同年、執筆した、長編、子供島を大城に郵送したところ、かねてから信仰があった、大城の弟子の大友義康が、知り合いの編集者に、紹介。 1954年3月に、鶴書房より、単行本として刊行され、ついに漫画家デビューとなる。高校卒業を控えて、京都市立美術大学を受験するが、実家の経済的な事情を考えて、進学を断念。高校卒業後の1954年、様々な大阪の貸本出版社に持ち込みをした後、八橋社を訪問。山田秀造社長。 山田貴一専務の兄弟、顧問の黒田正美らに、七つの顔が採用されて、観光。以降、日の丸文庫先属のような形で、歌詞本漫画を執筆するようになる。また、後に、ライバルとなる、松本正彦とも出会う。また、1955年の、開花の鬼以を、映画的な表現を取り込んだシリアスな作品を発表。 1956年4月から黒田の発案で日の丸文庫から短編雑誌影が発刊されメイン作家として人気を博す。だが日の丸文庫は新たに企画した大人漫画の作家たちの新書版単行本の売り上げ不振で1957年に倒産。黒田の勧めで名古屋のセントラル出版が企画した街に参加。だが 同年秋に、日の丸文庫が、光栄者として再建されたため、新生、影の編集長に抜擢される。一方、貸本マンガ業界は、影の影響で探偵物の短編集ブームが起こり、様々な出版社の雑誌に寄稿。1957年末、街に描いた作品、幽霊タクシーにて、ハードボイルド小説の影響も、多大に受けた。 自身のシリアスな作風を従来の漫画と区別するため作品描紙に劇画という表記をしよう。1958年にはセントラル出版の東京進出のための誘いもあり、斉藤、高尾、松本と共に上京し国分寺に住まう。1959年、うさぎ好き書防から新雑誌、マテンロの観光にあたって、 日の丸文庫出身の若手作家たちと劇画工房を結成。メンバーは、辰美、石川文康、慶元光、桜井、山森進、佐藤正明。後に、斉藤、松本も参加した。だが、貸本漫画業界に訪れた劇画ブームのため、メンバーの足並みが揃わず、1960年に、辰美、斉藤、松本は、 劇画工房から脱退。その後は衰退する貸本業界の中で1963年に自身の出版社第一プロを設立。また、1960年代後半以降、ガロやメジャー少年誌などで大々的な劇画ブームが起こるが、劇画の生みの親である辰巳はブーム化して乱造された劇画に幻滅する。1968年には、 劇画と決別するための著書、劇画大学を刊行する。以降、辰美は主に社会の底辺に位置する人々を主人公とした陰鬱な短編作品を発表するようになる。また、1990年代以降は主に仏教関係の漫画作品を発表している。一方で、1950年代 SF 短編の味わいの再現を狙った連作短編。 SF もどきなど、時折多彩な試みに挑むことも忘れてはいない。1980年代以降は、日本国外に作品が紹介され、仮想労働者の心情を初めて、リアルに描写した漫画家として高い評価を得るようになる。また国内でも、2002年に、精林工芸者から刊行された、大発見以降、再評価が進んでいる。1986年には、 人望町で漫画専門の古書店、ドンコミックを開店する。2005年、アメリカの漫画家、エイドリアン・トミネの尽力により、カナダのオルタナティブコミック出版社ドローンクォーターリーからオリジナル作品集ザ、プッシュマンアザーストーリーズが刊行された。それ以降もトミネの編集による作品集が続けて刊行され、辰ツは英語圏での名声を確立した。 2008年には、マインだらけのカタログ誌に1995年から2006年まで11年に、渡り連載された、ハンジデン漫画、劇画漂流が、青林工芸者から観光。その続編を、カナダの出版社からの依頼で、執筆予定であった。2011年、シンガポールのエリック・空間特により、劇画漂流と他の短編作品5話を原作とした、 長編アニメーション映画、タツミが、制作、公開。日本では2014年11月から、全国公開された。2015年3月7日18時49分、悪性ンパ腫により永民。79歳遺没。2015年4月末に追悼号となる、アックス104号が、成林工芸者より刊行された。追悼号には同期の劇画作家である、 水木しげる、すげよしはる、池上良一が、追悼文を寄稿した。英語版、フランス語版、スペイン語版、イタリア語版、インドネシア語版、ポルトガル語版、ポーランド語版、中国語版、韓国語版。ありがとうございます。